皆さん、今回はドイツ人のすごい働き方、日本の3倍休んで成果は 1.5 倍の秘密という本をご紹介します。この本は日本企業の海外駐在員として17年間もドイツで勤務経験のある著者がドイツ人の効率的な働き方と日本の職場環境のいいところを組み合わせた革新的なワークスタイルを提案しています。日本人が無理なく取り入れられる生産性向上のための具体的な方法が詰まった一冊です。ぜひ最後までご視聴ください。まずこの本の背景から見ていきましょう。著者の西村英樹さんは1990年代前半に半導体メーカーに就職し、当時は早朝から深夜まで働いても毎日残業続きという典型的な日本式の働き方をしていました。しかし28歳でドイツ支社に赴任したことでドイツ人の働き方に衝撃を受けます。ドイツ人は朝早くから仕事を始め、夕方には颯爽と仕事を終える。デスクはいつも整理整頓され、年間30日もの有給休暇をフル活用し、2から3週間の長期休暇も当たり前。それなのに日本よりも高い給与水準を実現し、顧客の厳しい要求にも納期通りに対応できているのです。この驚きの経験から著者はドイツ人の働き方研究を始めました。本書ではその研究結果をもとに日本の職場文化に合わせてアレンジしたハイブリッド型の働き方を提案しています。今回は特にドイツ流早起き習慣を身につける3つのコツに注目してみましょう。1つ目は15分早起きチャレンジです。ドイツ人は概して朝が早いのですが、いきなり極端に早起きすることは避けるべきです。代わりに1週間に15分ずつ起床時間を早めていくのがおすすめです。たった15分でも朝の忙しい時間帯にゆとりができることを実感でき、早起きへのモチベーションが高まります。ただし健康を害さないよう就寝時刻も調整することを忘れずに。2つ目は14時以降のカフェインカットです。カフェインは集中力アップには効果的ですが、早起き習慣化のためには摂取時間に注意が必要です。カフェインの半減期は約5から6時間とされるので、就寝8時間前からはカフェイン摂取を控えるのが理想的です。例えば朝6時起床を目指すなら、前日の14時以降はカフェイン摂取を控えるべきなのです。著者によるとドイツのオフィスでも午後はノンカフェインの飲み物に切り替える人が多かったそうです。3つ目は起床後ルーティンの自動化です。早起きが習慣化してきたら、それを長続きさせることが重要になります。そのコツは起床後の行動を明確に決めておくことです。例えばベッドを整える、シャワーを浴びる、運動する、読書するといったルーティンを組んでおくと、目覚めたら考えることなく体が勝手に動き出します。またダイエットで何キロ痩せる、トイックの点数を何点にするといった中長期的な目標を設定することも効果的です。これにより毎日のルーティンに説得力が生まれ、自分に言い訳をする時間を与えなくなるのです。さてこの本はどんな人に読んでもらいたいのでしょうか。まず仕事の効率を上げたい会社員の方にぜひ読んでいただきたいです。特に残業が多く仕事とプライベートのバランスに悩んでいる人には目から鱗が落ちる内容ばかりです。また管理職の方々にもおすすめです。チームの生産性を向上させ、メンバーのワークライフバランスを改善したい方には具体的なアイデアが満載です。さらにフリーランスや起業家の方々にも役立つでしょう。自分の時間管理や生産性向上に悩んでいる方には新しい視点を提供してくれるはずです。この本を読むことでどのような効果が期待できるでしょうか。まず仕事の効率が劇的に向上する可能性があります。ドイツ流の働き方を取り入れることで同じ時間でより多くの成果を出せるようになるかもしれません。次にワークライフバランスの改善が期待できます。早く帰宅できるようになれば自分の時間が増え、趣味や家族との時間を楽しめるようになるでしょう。さらにストレス軽減にも効果があるかもしれません。効率的な働き方を身につけることで仕事に追われる感覚から解放され、精神的にも余裕が生まれる可能性があります。最後にこの本の魅力は、単にドイツの働き方を紹介するだけでなく、日本の職場文化に合わせてアレンジした実践的なアイデアを提供している点です。著者の17年にわたるドイツでの勤務経験に基づいた洞察は説得力があり、すぐに実践できる内容ばかりです。皆さんいかがでしたか？
この本を読んで自分の働き方を見直してみるのはいかがでしょうか。効率的に働き、プライベートも充実させる、そんな理想的なライフスタイルを実現するためのヒントがこの一冊に詰まっています。